ますね、ちょっと揺れますね、これ、ね、大丈夫ですか、船酔いは。俺はしそうですよ。俺は船酔いすると思います、すると普通に。ちょっとこれでやってみてください、うんうん、ちょっと雨で濡れてるんで滑って落とさない。受けてみなさい、ホーギ話は変わるんですけど、4月の頭にですね、大分のオフィシャル人流大会の方に参加して、その記事がですね、この週刊釣りニュース関西版の、4月26日号に記載されているということで、ちょっと、見ていきたいと思います。結構ですね、この大きくね、記事は書かれてまして、で、私ここに写ってますね。結構デカデカと3位に入賞した上田裕二さんということで、ブリを持ってね、映させてもらいました。あとね、あの隣で釣りをされた上野さんですね、山口県から確か来てた方ですね、釣りニュースさん記載ありがとうございました。いい思い出になりました。また来年もね、行くと思いますんで、その時はよろしくお願いします。宗谷丸さんもね、乗船した船なんですけど、船長さん釣らせていただいてありがとうございました。ということで、今日はちょっとね、尺がないので、ご報告、こういうね、ご報告とかもね、入れていきたいと思います。ご視聴よろしくお願いします。